フリッシュの肖像を使った20スイスフランキネン効果。2011年、マックス・フリッシュは、スイスの小説家、劇作家、建築家。フリードリヒ・デュレン・マットと共に戦後スイスを代表する、作家の一人である。スイス、チューリッヒに生まれる。1930年より、チューリッヒ大学で、ドイツ文学を学ぶが、建築家であった父の死により、学費が続かなくなり退学。 スイスの主要な新聞の一つ、ノイエ・エツア社タイトゥングで記者兼コラムニストとして働き始める。1936年中立飛行科大学に入り直し、建築を学ぶ。1942年に同級生の女性と結婚、彼女と共に建築設計事務所を開く。翌年より小説の発表を始め、以後10年ほど文学との二足のわらじで生活し、 1950年代から60年代にかけての小説作品、シュティラー、ホモ・ファーベル、ワガナは、ガンテンバインなどにより大きな名声を得て、作家的地位を確立する。小説の他に、アンドーラなどの戯曲やルポルタージュ、日記の適用などを多数発表し、デュレン・マットと並ぶ戦後スイスの代表的作家と目されるようになる。文学作品においてはとりわけ戦後社会における、 個人のアイデンティティや自立、責任、モラル、政治参加などをテーマとした、1991年、ガンにより、チューリヒにて死去。ありがとうございます。